様です。はい、さようなら。気をつけてね。数値が高いっていうのはね、どの小学校でも聞きますよね。どの小学校っていう言い方はおかしいけども、このガイガーカウンターっていうんですか、これを調べるようになってから、耳にするのはやっぱり あそこの公園だとか、ここの公園だとかっていうのは聞きますけどね。ただ学校のその砂場っていうのは一番子どもたちがね接触する場所だから、早く対処してほしいですね。はい。区外公園とかを調べてるのは知ってたんですけども、前その結果なんかも幼稚園では貼ってたこともあるんですが、今日のことについては知らないです。まああんまり本当に値が高いと情報としては入手しようとは思いますけども、あまり過敏になりすぎずには行きたいなと思ってます。私としてはそんなに心配はないかなとは思ってます。ただ少し高いのは気になりますけれども、低学年から幼稚園ですよね。そっちの方がもっと気になりますよね。きっと小さければ小さいほど、子供が小さいほど気になると思います。